プロペラ機とは、発動機から動力を伝達されたプロペラにより、推進力を得る飛行機である。なお、ジェットエンジンを利用して、プロペラを回転させる機体は、一般的に、ジェット機と言わずプロペラ機に分類される。プロペラを推進力として利用する固定翼機を指し、それ以外の回転翼機や軽航空機などはプロペラを持っていても、特にプロペラ機とは呼ばないのが普通である。内燃式、レシプロエンジンが主力であった第二次世界大戦末期までの航空機は、飛行船を含めて、プロペラ推進がほとんど唯一の方法だった。その後、ジェットエンジンの発達により、プロペラ機はそれほど高速度を要求されない機体に限定されるようになっている。飛行船、オートジャイロは現在までのところはプロペラを持たない実用機が皆無だが、プロペラ機と特に呼ぶことはない。ヘリコプターは専用の推進用のプロペラを持たない代わりに同じ原理ローター、回転翼を持つが、同様にプロペラ機とは呼ばない。プロペラ機であるがエンジンを傾けて、推力を変更する機種は変更方式によりティルトローターやティルトウィングと呼ばれていい。プロペラはエンジンに比べ安価で簡単に交換できることもあり、低コストで性能を向上する手段として購入後により交換するユーザーもおり、各速度域に合わせた交換用プロペラが販売されていい。現代ではプロペラと関連機器はダウティロートルとハーツェルプロペラが大きなシェアを占めている。航空法では、パイロットや整備士の資格は、発動機、ピストンかタービンで区別されており、プロペラの有無は問われない。プロペラ機は、プロペラ後流、プロペラの付近降荷重、ジャイロ降下、カウンタートルクなどプロペラに由来する飛行特性があり、特に単発機では、出力が上がる離陸時に影響が大きい。これを解決するため単発機では二重反転プロペラ、多発機では左右のプロペラを逆に回転させるなどの対策が考案されたが、コストがかかるため採用機は少なく、操縦訓練では飛行特性に対応する訓練が行われる。黎明期の飛行船の原動機には蒸気機関のレシプロエンジン、続いて電動機が用いられた。しかしながら20世紀に入る頃には、ほぼ内燃式、レシプロエンジンに移行した。飛行船に続く、動力式の航空機である飛行機においては、蒸気機関における飛行機の試みはことごとく失敗に終わっており、当初から内燃式、レシプロエンジンが採用された。蒸気機関に比べて、小型軽量で高出力の内燃機関の実用化によって、飛行機もまた実用化したと言える。内燃機関と同時期には、蒸気タービンエンジンも実用化しているが、重量などで、飛行機に向いているとは言えず、採用例はない。1940年代には、ジェットエンジンが実用化され、その一種であるターボプロップエンジンが、プロペラ機の発動機として用いられるようになった。レシプロエンジンよりも出力が大きく、非プロペラのジェット機に比べて、低速での効率に優れる。1960年代には、非レシプロエンジンの一つである、バンケルエンジン。自動車でいうところのローリーエンジンが実用化するも、現在のところモーターグライダーや模型飛行機での採用例がわずかにあるのみで、一般的な飛行機での採用例はない。航空分野でのロータリーエンジンは、エンジン本体がプロペラと一緒に回転する星型エンジンを指すのが一般的である。ロータリーエンジン参照のこと。かつてはターボジェットエンジンやターボファンエンジンは、小型化が難しいため小型機は必然的にレシプロ機であったが、ターボプロップだけでなくターボファンも小型化に成功しており、レシプロは低価格の小型機のみに使われている。電動航空機や人力飛行機は動力の性質上、プロペラ機に限定される。模型飛行機では電動機を用いる例もある。発動機はプロペラと近接して設置され、プロペラの数と発動機の数は一致する場合がほとんどである。ただし例外もあり、最初に動力飛行に成功した飛行機であるライトフライヤー号は1機の発動機で2床のプロペラを駆動する。また2機の発動機で12升のプロペラを駆動する例もあるが、これは適切な発動機がなかった場合の出力向上法であり、既存の発動機を2機連結することで、2倍の出力を持つ発動機を確保したものである。一般に以下のように発動機を設けることが多い。他に特殊な配置として以下のようなものもある。プロペラ機は原理的にジェット機よりもはるかに低い速度で限界に達する。より大きな推力を得ようとしてエンジンの出力を上げてプロペラの回転速度を上げたところでプロペラ先端速度が音速に近づくにつれ衝撃波が発生し、その衝撃波を作り出すのに回転力が奪われて抵抗が増し、エネルギー効率が著しく減少するからである。プロペラ機の最高速度記録は、レシプロ機では、回8回改造のレーサーの時速 850km。ターボプロップ機では、−95 の時速 950km である。ただしは、低空での記録で、空気抵抗の少ない航空で測定すると速度が向上する余地はある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。